にね、今日は迷惑メールの話をしようかと思うんですよ。まあ、迷惑メールはね、どのようにしたらなくなっていくんですかとか、たくさんあるメールボックスの中からいいメールと悪いメールとどうやって見分けるんですかということでご質問いただいた部分があるんですけども、これはね、いつも私がお答えしているのは、この世の中に迷惑メールって存在しないってことなんですよ。ね、不思議ですよね。Google のこのメールシステム使ってても迷惑メールホルダーってあるじゃないですか。だから迷惑メールっていう概念はあるんですよね。でもちょっと考えてみていただきたいのは、メールを書く人の中で一生懸命迷惑メールを書くぞって意識して書いてる人って誰かいますかね？多分いないんですよ。一生懸命この大切な情報を誰かに届けようと思って一生懸命書いてるのに、その情報を欲しがっていない人にたまたま届くんで、届けられた人はこれちょっと迷惑だなって感じてるだけなんですよね。だからね、迷惑メールと言われてるものでもちゃんと読んでみれば大切なことが結構書いてあるんですよ。例えばタイトルなんてそうですよね。タイトルってどうしてもそのメールを開いてもらうためにものすごくね、開きやすいタイトルをつけてくれるんですよ。気になるタイトルをつけてくれるんですよ。こう考えると迷惑メールっていうのが本当は存在しないんじゃないかってことがちょっと分かってくると思うんですよね。一生懸命迷惑メールを送るぞって書いてる人、世の中に一人もいないんですよ。多分何かのセールスのためにこれ買ってくれないかなっていう気持ちを込めて一生懸命書いてるんですよ。で、迷惑メールって感じてるのは受け取った人なんですよね。そうなんですよ。情報ってどれが有益でどれが無益なのか、どれが有害なのかっていうのは書いた方は分かりません。受け取った人がそう感じるんですよ。前回もこういうふうにありました。人に迷惑がかかるような行動はしない方がいいよっていうふうなね、そんなことがあったりとか、こういった記事は人に不快感を与えるから書かないでくださいみたいなことがね、あったりするんですけども、ちょっと待てと。この同じ記事を書いて不快感を感じる人、確かにいるかもしれないけども、よく言ってくれたっていうふうにね、応援する人もやっぱいるんですよね。一方的に100人中100人を不快に陥れたり、100人中100人に迷惑って感じさせるものを書くのも難しいんですよ。そうなんですよ。受け取った人がその人の経験とかタイミングとか欲しいもの欲しくないもの、そういったいろんな要素を込みで情報を見るから、あ、助かるこの情報って感じる人もいれば、こんな情報いらないよって感じる人もいるんですよね。でなければ、多分ね、私のこうやって情報発信もそうなんですけども、1億人いたら1億人の人が見るか1億人の人が見ないかっていう風な、どっちかオンかオフ、どっちかになるはずなんですよ。で、私の放送っていうのは、見る人に言わせればね、役に立つっていう人もいれば、意味がないっていう人もいれば、もう腹が立つっていう人もいれば、分かれるわけなんです、意見が。それでも私がお話してるのはたった一つなんですよね。私の放送っていうのはこの放送、例えばこの放送一つなんですよ。でも受け取る人によってはいろんな意見が分かれるということを考えると、私のライブが始まったらね、わあ、Facebook なんてちょっと面倒くさいなと、なんか自分の Facebook のアカウントにはこうやってライブをね、毎日やってる人がいるんで、もう嫌だなっていう人もいて、友達解除する人もいれば、お、なんか面白そうなライブだな、なかなかいい話してるな、じゃあ友達申請送ろうかなとかね、速稼塾入ろうかなとか、レイナさん何かなっていうふうに言ってくださる方もいて、情報っていうのはいつも受け取る人が価値があるかないかってことを決めていくんですよね。その日の気分でも違いますし、朝、昼、夜の時間帯によっても受け取り方って変わってくると思いますし、食前なのか食後なのかによっても考えが変わってきます。そういうことをね、いろいろと考えていただければ、情報発信っていうのがね、どういうものかってことがますます分からなくなるんじゃないかなと思いますよね。はい、やる気はないとです。 いいこと言いますね。そう、やる気はないとっていうね、昔の漫画とナイトライダーを組み合わせてやる気はないと、これなかなか面白いですね。たけちゃんセンスありますね。あ、ちなみにたけちゃん、名義変更できないんですよ。メッセージ削除しましたになってますけどね、ちょっと今ね、ログからパッと見れたんですけども、すいません、返信が遅れまして、ライブをしちゃったんでね、すいませんでした。で、話を戻しましょう。迷惑メールは存在しないということなんですけども、もうお分かりいただけたと思いますけども、この世の中に迷惑メールと意識して、迷惑メールを書いて、迷惑メールを迷惑と感じる人に送るなんて無駄なことをする人はいないんですよ。どれもが書き手の思いが詰まっている大切なメールなんですよね。で、我々は情報を受け取る力量が限られているんで、ここまでは自分にとって有益、こっからは迷惑っていうふうに自分で線引きしてるんですよ。ですから、どんなジャンルにでも興味がある人、どんな知識もある人にとってみては、迷惑メールは一通もないということ、どんなメールからも学べるっていうこと、そんなね、今日の情報発信でした。皆様はどうお感じになったでしょうか。それでは今日もね、たくさんの迷惑メール届くと思いますから、一つでも多くね、迷惑じゃないメールに切り替えていきましょう。じゃあ失礼します。